こんにちは、うりさんです。日テレ系毎週日曜日放送のドラマ真犯人フラグ真相編第18話考察動画です。考察が気になるという方はチャンネル登録していただいて再生リストを活用していただけたらと思います。さて今回は一星の行動からの考察、一星の告白のまとめ、川村の行動という順番で考察していきますので最後までお付き合いください。1. 一星の行動からの考察。18話の冒頭で光ちゃんからの電話にも出ないで一星はパソコンで何かをしていました。これは後々自分が犯人として捕まろうとする人の行動ではない気がします。19話のあらすじによると、ある SNS が投稿される。真犯人が書いたもののようで、それについて一人で調べているという川村とあります。18話で一星は逮捕されたので SNS の投稿は無理でしょう。残すとしたら逆に真犯人につながるヒントだと思います。過去の動画で黒幕は一切痕跡や証拠を残していないので、最後は罠に仕掛けるしかないのではとお話ししました。その仕掛けがいよいよ始まった感じです。一星は元木が捕まったので出てくるしかないと言っていましたが、それなら阿久津のところへ行けばいいだけです。なのに試乗の時でメンバーに向けて告白したということは、闇落ちしてでも大切な人を守る、敵を欺くにはまず味方から、一星なりに黒幕をあぶり出すためにあえて試乗の時にいる黒幕に聞かせ、その反応を見るための陽動作戦だったのではないでしょうか。自分が捕まるからには後に残ったチームの人に任せるしかありません。笑顔を一つでも増やしたいという共通の言葉で同盟を組んだのは瑞穂です。一星は瑞穂を信じたけれど、瑞穂が自分を信じてくれたかどうかはこの時の一星にしたら賭けだったのではないでしょうか。過去の動画で指摘したポイント、黒幕側は光ちゃんを誘拐していないのに、一星が光ちゃんを誘拐したと言い出した時から黒幕側には光ちゃんが一星の元にいることが分かっていた。一星がクラファンを始めたのはスミレを守るため。18話まで見てくると、やはり途中から一星は黒幕側に脅されていたと思います。そして元木との関係を考えると、一星の告白は伏線回収につながってはいたものの、語ったことには嘘があると思いました。長い間計画していたものでもないし、全く林回りのことについても語られなかったので、本当のことを言いつつ動機がゲーム感覚だったとか、黒幕に対して挑発するような言い方をしたのかなと思いました。前回の動画で猫おばさんは瑞穂に、もう間違えないでねと助言したのではと話しました。宅配受け取りサービスブックボムへの配送履歴を見つけたのは瑞穂自身で、11月16日に元木が送ったものでした。自分で一星に元木との関係を聞いていたので、一星を信じる決断をすると思っています。 2. 一星の告白のまとめ。光ちゃんから凌介のカバンの横ポケットにトランクルームの鍵があることを聞く。15日に元木に鍵を取らせ、不倫に見えるように一星が撮影。日野のなんで写真を撮ったのかという質問に、あれが流出してネットも会見もまあまあ荒れたという答え方もなんか適当でした。ローファーをコンクリートに埋めさせ、光ちゃんのスマホを山に捨てたまでは言いましたが、真帆の指輪については語りませんでした。もみ山に光ちゃんの動画を送らせた身長160センチくらいの女性がやっと元木だと確定しました。私はこの頃、考察系ドラマの中で身長160センチくらいのというセリフは完全にミスリードだと何回もお話ししていたので、まさにその通りだったので当たってよかったです。ゲーム感覚でやったならお探し物という件名で送らせたと考えられますが、そのことに触れられなかったのがちょっと引っかかりました。かくれんぼビデオを盗んだのは一星でしたね。真帆自身でなかったので、これで考察がしやすくなりました。しかし血のついた包丁については何も話しませんでした。元木が電話していた相手、あれだけやらされていたのに13話で連絡取るの最低限って言ったのどっちだったっけというのも、救世主一星との会話ではなくて本当の黒幕との会話のように感じました。元木に手を添えてわざと逃がしたのは、逃がせば光ちゃんの元へ行くからでしょう。
適当な暗号を思いついて自作自演で仏の部屋に監禁される。ガチの共犯なら手錠につなげられている必要はないと思いました。現視管材の中身が生理食塩水だったとしたら、仏は生理食塩水をひかりちゃんに打とうとしていたことになります。元木のまだ死んでませんと言った時の言葉と一致しているので、黒幕はやはりひかりちゃんの命まで奪うつもりはなかったということでしょう。一星はゲーム感覚でやったようですが、流星群の写真を送ったこととか公衆電話の女性など真帆に関係することは一切語りませんでした。本当に真帆のいる場所を知らないのではないでしょうか。まだ終わりじゃないですからね。ここから本当の勝負が始まるんですよ。お父さん、一星がお父さんと呼んだのは初めて市場の時を訪れた時です。切り札をそう簡単に切るわけないでしょう。市場の時にいる黒幕に対してあたかも真帆のことを知っているように話したという感じです。一星は逮捕されてしまったので一時的に黒幕は安心するでしょう。しかし黒幕はどこまで一星が真帆のことに関して知っているのか気になるはずです。そしていよいよ動き出すのではないでしょうか。3. 川村の行動。私は川村が強羅に依頼する人物は真帆なのではと考察していたのですが、瑞穂でしたね。そして猫おばさんの職業が占い師だと描かれた上にモーツァルトのレクイエムを捧げられてしまいました。レクイエムは死者のための鎮魂歌なので、黒幕どころか死亡フラグが立ったのではないでしょうか。彼女のこととは真帆のこと、その紹介で3年前の秋に2人で訪れたようです。19話のあらすじによると、瑞穂は真帆が勤めるスーパーの常連客とあります。3年前だとすると新居を購入するタイミングだったのではないでしょうか。真帆は新居のことで占ってもらったので瑞穂を紹介したのかなと思いました。瑞穂と真帆の接点は林関係としか考えられません。真帆とマリナの共通点は林。そんなマリナに瑞穂が接近。林の周辺には元木が現れていました。瑞穂は林が逃亡した時に会社に変なメールが来たので凌介の後をつけました。あの時からマリナに目をつけたとしてもおかしくないと思います。猫おばさんが瑞穂に間違いないでと言ったのはとっくに林が始末された後です。瑞穂のお姉さんが林と関係があったとしても真帆の協力者となって大騒ぎを起こすとは思えません。私は実行犯バタコの裏にも黒幕がいると思っています。一星はバタコ周りについては何も語らなかったので19話で何か進展があると思います。今週の真犯人フラグ。一星は最初は本当にひかりちゃんを助けるつもりだったと言っていました。トランクルームの鍵を元木に盗ませたまではわかりますが、その場で不倫写真を撮るという行動がどうも納得できません。凌介は何も知らないので最後まで話を聞こうとしました。一方的な一星の告白になぜ写真を撮ったのかとか、あの禁止管材はと質問したのは昨日です。一星は黒幕がどんな反応をするのか見ていたんだと思いました。黒幕が念入りに計画を立てているのにゲーム感覚でやったと言ったら声を荒げるのではないでしょうか。やけに興奮していたのは日野だけです。黒幕にスミレが脅されていたとしても想定内なので近所に頼んでいたと思います。スミレが一般人からの嫌がらせではなく被害を受けそうになったとしたら相当黒幕が焦っていることになります。瑞穂は14日に真帆が電話した相手をマリナに確認しに行ったくらいなので黒幕でもないし、一星の言った笑顔を一つでも増やしたいというキーワードでやがて気がつくと思います。その他バタコ、トモコに関係する細かいところはまた別の動画にしようと思います。さて皆さんは二宮瑞穂が黒幕だと思いますか？コメントで教えてください。チャンネル登録していただくとこの動画が見つけやすくなりますので登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。